女ジ,ジシサイクルに含まれる女子史。テバ倍度の続編にあたるが、古代にはエピゴノイは独立した作品でなくテーバ倍度の一部と考える学者もいた。ヘロドトスの歴史にはホメーロス作と書かれているが、その書き方は疑っているようである。アリストパネースのスコリアでは作者はアンティマコスとされている。アンティマコスとはおそらく テオスのアンティマコスを指しているようだが、それを理由に、テオスのアンティマコスのものとされる題名のない修行を、エピゴノイの一部とするのは憶測の憶測である。アンティマコスという人物は他に、後世の女児詩人コロポーンのアンティマコスがいるが、その名前から、自作の女児詩、シーバイズにその筋を取り込んだことで、伝統的なエピゴノイを漂設したと非難されたということだ。 ある文献によると、エピゴノイは七千行の陰文だったらしい。内容は、テ売バイゼメの七章の子供ら、エピゴノイによるテ売バイをめぐる最後の戦いを描いている。最初の一行目だけが残っている。他の言及から、おそらく、プロクリスの死の神話とテイレシアースの娘マントーの話が、エピゴノイの一部を形作っていたものと示唆される。 エピゴノイで語られた物語は後に、ソポクレースの悲劇、エピゴノイで語られている。ありがとうございます。